3対3第12レースの予選はドリーム戦、スリット付近はわずかに今も追い風、ほとんど風はなくインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。2コース2号艇服部がさあスリット後少し加速感を持って1号艇谷村にプレッシャーを与えますが、1号艇谷村それでも先手の逃げまくりにく3号艇1足さあして2号艇服部に4号艇の中田、あとは5番6番ですが、さあここはスリット優勢に加速感を持たせながらプレッシャーを与えての差しを2号艇服部入れています。2号艇服部勇気を見事今日は連勝発進となりそう。トップで最終ターンマーク2番手1号艇谷村和也、3番手が3号艇市橋隆、213第12レースドリーム戦、1着は2番の服部、ゴール2着1番谷村ゴール。